クラフトクラウンのハヤトです。光の戦士ヒカルです。ついにビルディワイド鬼滅の刃タイアップブースターが発売されました。イエーイ。今回は鬼滅の刃のデッキを使って対戦していきたいと思います。対するは現在も人気があるエースバドラトスです。最初はグーじゃんけんほい。じゃあ先行もらいます。はい、ここいただきます。これはキープでいいかな。キープで引き直します。はい、レディービルドディバイド。そしたらレイフォーチャージして3コストブラマナップなり出します。登場時効果で1枚引きます。じゃあアタッククイズ入ります。ブラマナッタナディアでプレイヤー1点引きたいです。はい、引けます。はい、バスタ切り札最初はナディアで、はい、はい、お願いします。で、これで番終了します。はい、1枚もらいます。はい、チャージ。はい、これで終わります。はい、スタンドプロと。そしたらどうしよっかな、これ上限襲来をチャージして、3コスト同じくブラマだったらナディア出します。1枚登場時効果でドロ。アタックフェイズ入ります。ブラマだったナディアでプレイヤーに1点いきたいです。アタック前、はい、スカームナイトメア打ちたいです。はい、対象は対象はナディアで、ナディアで、はい、じゃあ破壊されます。はい、じゃあこれで終了で、はい、スタンド、はい、1枚1枚チャージします。はい、これで終わります。はい、スタンド、じゃあドローします。チャージ5コスト舞の継承者、かまど炭治郎を出します。テリトリーに、ユーザーライズで。アタックフェイズ入ります。アタックフェイズ開始時に、火の神神楽の効果で、新兵器開発チャージします。で、舞の継承者、かまど炭治郎で、プレイヤーに1点いきたいです。これアタック OK ですか？はい、いけます。じゃあ、アタック成立したんで、先に6枚で、ワンドローさせていただきます。はい。で、どうぞ。これで終了で、終了前、はい、4コス邪悪な取引、はい、どうぞ。墓地から、バドラトスとリバワートを回収します。さっき落ちたやつ。はい、でターンどうぞ。はい、ハンド、はい、1枚もらいます。チャージ、はい、これで終わります。全部エナジー起きている。ハンドは何枚ですか？ハンドは5枚です。ハンド5枚で、はい、エナジーが全部起きている。起きてます。ワンドロー、ハンドが5枚でエナジー起きてるのはさすがにやばい気がするな。なんだろうな。エナジー入れ替えますね。はい、順番入れ替えます。はい、はい、そしたらレイフォーチャージします。このまま構えられてるもんな。あれどうしよっかな。そしたらアタックフェイズ入ります。はい、火の神神楽の効果で水の呼吸の使いで鎌田炭治郎をチャージしたいです。はい、ここまで大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、舞の継承者、かまど炭治郎を対象として、火の神神楽の効果でヒットを1増やしたいです。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあ、かまど炭治郎でプレイヤーに2ヒットいきたいです。アタック前。はい。起こす。はい。呪われた切り札で破壊したいです。あー、なるほど。どうしよっかなー。しょうがないですね。破壊されます。はい。これで終了で。はい。スタンド、はい、1枚もらいます。はい、1枚チャージします。はい、6コス
バトラボス。はい。D3 解放します。はい。はい。で、バトラボスの効果を使います。はい。エナジーゾーンにいて、フラナリスを登場させます。はい。その時に、ティータの効果。アギトの効果で回復ですね。はい。はい、じゃあ、一番上。で、ライブを開始します。はい。で、グラナリがね、プレイヤーに2ヒットいきたいです。2ヒット。はい、それはもらう前に、3コスト。新兵器開発使います。はい、2枚引きます。で、2連もらいます。はい、明日1点目、明日レイホー、多いの出た。対象グラナディが1万2000で、はい、破壊されます。はい、残ります。じゃあエンド前3コストで条件襲来、対象なしでワンドローだけもらいます。で、ターンもらいます。スタンド。ドローまで。今、2、4、6、8エナジーあるのか。そしたら、6コスト。6コストで、月の糸、かまど炭治郎を出します。はい。で、登場効果が一応あるんですけど、ユニットがいないので、特にないです。で、どうしようかな。何か。アタックフェイズ入ります。ヒノカミカグラの効果で、月の糸かまど炭治郎をチャージします。で、鬼滅の刃属性のユニットを置いたので、ここを対象としてヒットプラス1したいです。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。そしたら、月の糸かまど炭治郎で3ヒットいきたいです。はい、行きます。はい。1枚目、パスタ。パスタ。はい。を作って、一応1枚引くことができます。1枚引きます。はい。で、続いていきます。はい。攻略。対象ここで。はい。ヒノカミカグラの効果で、自分の単中は、カモの炭治郎が3000上がってるので、倒されないです。はい。はい。これで3点ですね。はい。はい。じゃあ、これで終了で。はい。スタンド。スタンド。はい。1枚もらいます。チャージ。はい。ちょっと考えます。はい。5コスト。はい。チミさんの脅威を使います。はい。最初は、バドラトスを登場させます。はい。で、バドラトスの効果。はい。効果で、リフトして、グラナリが登場します。はい。で、テープリー効果を使います。1点回復ですね。1点回復です。はい。じゃあ、一番上で。はい。ミラーガーリーガーで炭治郎を取りたいです。はい、取られます。で、これで終わります。はい、ターンもらいます。スタンド、プロ、はい、じゃあそしたらラビアンチャージします。はい、赤さん含む7コスト、強い決意、かまど炭治郎を出します。アタックフェイズ入ります。ヒノカミカグラの効果で、月の糸、かまど炭治郎をチャージします。強い決意、かまど炭治郎のヒットを1増やしたいです。はい。で、今、10エナジー以上あるので、ヒットプラス2と、ヒノカミカグラの効果でヒット5あります。ヒット5で、プレイヤーにアタック。はい、いけます。いけ !2 枚。いけ !2 枚。よし !3 枚。よし !4 枚。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。かまど炭治郎のこの4ヒット決めてる時が一番この出来楽しいですね。今回ヒノカミカグラで5ヒット5ヒットだったので、いつもよりも1ヒット多かったんで、大体決まるかなと思ったんですけど、いや、この出来やることシンプルだから、なんか分かりやすいですよね。
で、なんか最終的にはこの辺の川の炭治郎とかのヒットを伸ばして投げていったりとか、あとちょっと今回は出せなかったんですけど、とこの水の呼吸の使い手川の炭治郎は鬼滅の刃のユニットを捨てると3000自分自身を上げることができるので、日の神神楽の効果と合わせて1万1000までパワーを上げることができます。なのでグラナディガとかも取ることができるので非常に強いデッキだと思います。じゃあ今回はこの辺で、バイバーイ。